どうもです。ドキドキンチャンネル、ドキンです。ということで、今回は、もう3週間4週間経っちゃいますかね、東西合戦の、総大将明智光秀戦をバックに、雑談をしていこうかなと思います。明智光秀戦に関しましてはですね、総大将で織田信長の方はですね、すぐ動画の方をアップしたんですけど、明智光秀戦はいいかなという感じで、放置してたんですけど、やはり一応記念なんでですね、明智光秀戦も、アップしようかなと思ったんですけど、垂れ流すよりですね、喋りも加えて、雑談でもしようかなと思ったんですけど、お前の話はうぜえよという方はですね、ボリュームの方を、下げていただいてですね、30分も1時間も喋れないと思いますんで、時間が経ったら、ボリュームを上げてもらったらですね、喋ってないと思いますんで、明智光秀戦が見たいという方はですね、少しの間ちょっとボリュームを下げて、見ていただくことを、お勧めします。ただ自分も頑張って喋りますんでですね、安眠用という感じでですね、ラジオ感覚で、聞いていただければ嬉しいかなと思います。今週から始まった七夕イベントなんですけど、皆さんやってますか？自分はもうあんまりやってないですね。ただ報酬の方で、彦星と織姫でいいんですよね。その2つは取りたいなと思ってるんですけど、なんか最初の1個目が5000ポイントなんですよね。なので、ね、5000ポイントずつで1万ポイントですね。で2つ目を取ろうとすると、いきなり5万ポイントとかいう感じになってるんで、さすがに5万ポイント5万ポイントで10万ポイントはねえだろうと思ったんですけど、よくよく見たらコインでも売ってるということなんで、2個目はちょっと大変だよ、だったらコインで買ってねみたいな感じで来てるんだなと思ってしまうと、逆にちょっと取ってやろうかなという感じで、ちょっと10万ポイント貯めようかなと思ってるんですけど、結構やっぱきついですね。だったら1200コインで1個ずつ買っちゃおうかなとかいう感じもなっちゃいますけど、なんかそれするとなんか負けた気分になるんで、っていう感じで今考えてる途中なんですけど、軍神ですね、コスト25から、30までなったということなので、多分皆さん軍神を、作ろうかなと思ってる方も多いと思いますし、もうすでに軍神を作ったという人もいると思うんですけど、コスト30まで良くなったということなんで、どの配分が、いいのかと、いうことをちょっと2、3日考えてたんですけど、知人からの情報とかも聞く限りはですね、一番いいのは、8、8、8、33の5箇所ということみたいなんですけど、結局8を入れた方がいいですよね。高コストを入れると、その分伸びが大きいですよね。なおかつ、4箇所で 9% の、ボーナス、軍師を5個入れると 12% ですね。で6個入れると 15% になるんですけど、8を多めに入れるとなると、やっぱ8、8、8は入れた方がいい伸びになるんです
ですよね。まあ、伸びがいいと言ってますけど、結局あの奉納物ですね。大体あの価値15の奉納物を入れてる方多いと思うんですけど、まあ、それをあの価値20まで上げることによって、まあ、さらにあの伸びが高くなると。で、低コストで奉納物の、まあ、15とか20を入れても、まあ、伸びがあんまりないと。それだったら、コスト、高コストですね、高コストの8で、奉納物、高い奉納物を、まあ、15とか20を入れると、その分、伸びが大きくなるので、結果の高コストの方が捨てが上がるという感じですね。また8886よりも88833ですね、5箇所にした方がいいというのは、おまけの 9% と、12% のそのたった 3% の差なんですけど、まあ、8886で 9% にして、まあ、高コストの83つを 9% より、8883はまあ大したことはないんですけど、逆に12% になるんで、その高コストの8を3つの 9% と 12% の方が、伸びがでかくなると。まあ、一体どれぐらい差が出るのかと言われるとですね、まあ、ちょっと作ってないんで分かんないんですけど、まあ、どうも計算上は、88833になるみたいなんですけど、まあコスト3の軍神であんまりいいのいないんですよね。やはり職業によっても、分かれると思うんですけど、まあ私ドキンの場合は軍学なんでですね、まあ、知力を伸ばしたいんですよね。侍って知力なかなか伸びないんでですね、なのでコスト3で知力を伸ばせるのがあんまりいないので、まあ結局8886で作ろうかなと。ちょっとめんどくさいのもあるんですけど、ただ今織姫と、彦星、その2つが手に入るのでですね、もうそれをポンポン入れていけば結構いい軍神ができるのでですね、まあでも縦用の軍神を作る方にはですね、あんまり強くはならないですよね。魅力とか腕力はいいかもしれないんですけど、なのでまあ、腕力作りたい方とかまあ、魅力知力系を作りたい方はまあいいと思うんですけどね、まあ、耐久を作りたいって方はちょっと難しくなるのかなという感じですけど、まあ普通に今8865ですかね、54ですか、8854で、まあ、5を作って、入れてる方も多いんですけど、まあ、自分も5を作ってもうこれでいいかなと思ったんですけど、まあせっかくなんで8をもう一つ作って、まあ、6も作ろうかなという感じで8886で作ってみようかなとは思うんですけど、まあ、そこら辺はですね、ちょっと作りながら、まあ、動画で作っていきたいなと思う、動画で、まあ、見ながらですね、動画で作りながら、動画を撮りながらですね、作るところを、お見せしたいなとは思うんですけど、まあ、結局織姫と、彦星入れていくだけかもしれないんですけど、それで作るとなるとやっぱ6体ぐらいいるんですよね。81個と61個作るにはですね、そうするとやっぱり今回の、ポイントで4つ取りたいなという感じがあるんでですね、まあ、12万ポイント11万ポイントか5000、5000、5万、5万、ね、11万ポイントですね、まあ、やってる方も多いんじゃないかなと。
あと奉納物も取れるんでですね、まあ、奉納物の価値15の奉納物の方は自分の方は結構持ってるんで、まあ、取らなくてもいいかなとは思ってるんですけど、まあ、持ってない方はですね、やっぱ取った方がいいかなということで、まあ150回とか200回まではボーナス上がっていくんで、まあ、ちょうど、あんまり無限上と、迷宮ですかね、あんまり進めてない方はですね、この機に進めて、で軍神の方も今力の源が 900% とかわけわからないことになってるんで、結構、簡単にレベル上げれやすいと思いますんでですね、まあ、今やらないといけないかなという感じで、まあ分身を作るとこはですね、なるべく早めに動画を作りたいなとは思ってます。あとはまあ英傑の織田信長の方だったんですけど、やっぱあれかなり強くなりましたね。今無限城を進めてやってる雑魚狩りやってるんですけど、雑魚狩りじゃなくて迷宮の方ですね、魔剣から土とかでもやっぱコスト8の織田信長入れてますね。今やっぱ全体に2万以上出るっていうことなんで、まあ、開幕重複して、気合ゼロの3回ですね、気合ゼロで動けるようにして、まあ、2ターンぐらいでやっぱ終わるような感じになるんで、まあ、信長は外れ外れ言われてましたけど、まあさすがに強くなったなというのがあります。で英傑も今回新しく、羽柴秀吉と、明智光秀康、あと他に、新キャラも出てたんですけど、まあ、ガチャしようかなと思ったんですけど、まあ大して強くないなということがありまして、明智光秀も全体魅了なんですけど、次全体攻撃したら全部溶けちゃうんですよね。って感じなんですよね。で秀吉の方も3体魅了して継続ダメージするぐらいであればですね、まあ、真田とか竹中でしびれさせた方がいいかなと。30秒しびれてますんでですね、なので今回のガチャは見送りかなという感じで、やってないです。まあガチャ動画も出してもいいかなと思ったんですけど、出ても嬉しくないのを引いたところでですね、まあ盛り上がらないかなと思いまして、まあ、検証とかいう形で出してもよかったんですけどね、まあ、そんなにお金持ちっていうわけでもないんでですね、まあ、今回は、新しい英傑ガチャの方は、見送らさせていただきました。で明智光秀の方ですね、今やってるんですけど、まだ一体も殺してませんけど、まあこいつの場合はですね、全体破りですね、破り術だけ気をつけておけばですね、まあそんなに強くはなかったですね。なので真田でしびれさせて、動いた時に、長いバーが来てたら、結界破りが来てるので、まあ滅却して、来てなければ、釣っとけばいいかなという感じで、まあさほど強くもなかったですね。7体でやってるんで、開幕ですね、旗折れとかがないので、1やった後雑魚に2体やれば総崩れになるとかいうことじゃないんでですね、まあ生命も多いんで、まあ、時間もやっぱ結構かかりましたね。まあそれ以上の感想もなかったんですけど、
もうちょっとなんか技あってもよかったんじゃないかなと。織田信長の方はですね、生命減ってくると天下無限してきて、気合全部なくなるとかいうのはあったんですけど、明智光秀の方に関しましてはですね、まあそんなに、このバーですね、この長いバーが来た時が、これ破りつきなんで、この破りが来てる時だけは、滅却をすると今更そんな説明したところでどうなるんだっていう話なんですけど、まあ、自分も今画面を見ながらですね話してるんですけど、まあ滅却すればいいかなみたいな感じだったんですね、こいつの場合は。まあ、という感じでですね、まあ喋るネタも、尽きてきたんですけど、まあコメント欄の方にですね、最近自分のこのしょうもない動画を見てですね、復帰しましたとか、やり始めましたとかいう方がですね結構いらっしゃって、それはちょっと嬉しいなと思いました。まあノブインしてる時にもですね、まあ、対話をいただいてですね、ドキドキンチャンネル見てますという感じで、9年ぶりに復帰しましたとか、6年ぶりに復帰しましたとか、6年ぶり、まあ6年ぶりに復帰しましたとか、だいたい9年ぶり10年ぶりに復帰しましたって何歳なんだよっていう話になっちゃうんですけどそれと対話いただいて、よかったなと、こんな動画作って、またやりだしたっていうことはですね、そんだけこう面白く見ていただけたんだなと思いまして、そう言っていただければすごく嬉しかったです。逆にこれ宣伝して公営からお金もらいたいなとかいうぐらいあるんですけど、まあ、それはないんですけど、別に公営の使い回し使い回しもんじゃないんでですね、何もないんですけど、まあこうやって復帰したとかいうことで、またノブオンの方がですね少しながらもですね盛り上がっていければなとは思うんですけど、まあ多分9年ぶりとか10年ぶりに復帰された方はですね、世界観がかなり変わってると思いますんで、まあまず一番驚くのは、レベルがすぐ上がるというところにはびっくりしたんじゃないかなと思いますし、技能とか覚える習得とかもうなくなったんだみたいな、びっくりされてる方とか多いと思うんですよね。昔は技能の、目録というのを取って、最初から技を覚えてないんですよね。なのでトライアルダンジョン、まあ、TD とか行って、習得をして、新しい技能を覚えたら、その技能をぶっ放して大強いなみたいなことあったんですけど、今技能はもうすぐ全部覚えてまして、その技能を強くするために覚醒を上げるという形になってるんですけど、まあその覚醒の方もですね、多分2個前ぐらいのシリーズまでは簡単にマックスまで上げれると、レベル300までですね、まあ、299のやつもありますけど、なので2個前ぐらいまではマックスに上げて、多分残りの3箇所か4箇所の、まあ65か7個を、覚醒を上げていくという感じで、まあレベル80までも多分早いと思うんで、まあ、80から85までは、頑張って上げていくぐらいの、ゲーム性なんでですね、まあ復帰されても、まあ、ちょっとやり込めば、すぐ追いつくような感じにはなってるんで、まあ、いいんじゃないかなと思いますけど、まあ、昔みたいに
7人揃ってどっかに行かないといけないということもなく、今英傑という、下手したらというか、まあ、キャラクターより強い感じでいますんで、あとまあペットとかですね、キツネとか竜とかですね、ダメ5万とか出ちゃうん で、 家臣の方も、結構今強くなってますんでですね、まあ昔みたいにもう7人集まらないとどっか行けないとか、まあ、人が集まるまでにまず1時間待ちとかそういうのはなくなってるんで、まあ、多くても P の場合は3人とか4人ぐらいで行くどっか行くことが多いんですかね、まあ、下手したら2人とか3人ですよね。あと全部英傑任せみたいな感じになってるんですけど、まあ、それがじゃあ面白いかって言われると、まあこれ賛否両論にはなるんですけど、まあ、自分の場合結構深夜とかに信音してることが多いんでですね、まあ、深夜組に関しましてはですね、気軽に一人でどっかいろいろなとこ行けるし、まあたまに知人を加えて 2,3 人ぐらいでいろいろなとこ行けるのでですね、まあ、今の信音の人数から考えるとですね、まあ、今ニーズに合ってるんじゃないかなと思います。そしてあとベラボーに強くて倒せないというかいう敵もまあそんなにいないので、まあ気楽に楽しくやれるんじゃないかなと。まあ7人 P7 で行くっていうのは上乱武道祭ですね、甲乙母超、あ、甲乙超某み可の絵なんかいろいろあるんですけどすいません、ね、言えちょっと全部言えないんですけど、甲乙兵か、甲乙兵超某み可の絵、辛いっていう字ですね、最後ちょっと読み方わかんないですけど、そこ行くぐらいですね、 P しか行けないのは。そこは英傑とか家臣が出せなくて、お供だけしか出せないんですけど、まあ、今一番そこが難しい、イベントみたいな、感じになってるんじゃないかなと思うんですけど、まあそこに関しましてはですね、まあまあ面白いとは思うんですけど、まあ結構募集とかもあるとは思うんですけど、まあ行くと、まあご褒美も、初回だけはポイント多くて、取りやすくなるんでですね、まあまだ行かれてない方はですね、行ける時があれば、行ってみてはどうかなと。まあ超ぐらい、超ミぐらいから結構歯ごたえが出てくるのでですね、まあ、ちゃんとした装備でいとかないと、結構やられちゃうよという感じがあるんで、まあ、そこは行くのはちょっと面白いですね。魔物タイプと武将タイプが2種類あるんで、まあ武将タイプの方がやっぱ面白いですけどね、釣ってきたりとか守護出たりとか、いろいろあるんで、まあ予選もしないといけないんですけど、まあ、予選でいうと刑事が来るとちょっとうざいんですね。うざいというかもう強いですよね。祭りってあるんですけど、魅了されるとへっちゃかめっちゃかになっちゃうんで、ただそれはそれでちょっと面白いかなというのもあるんですけど、あと、上乱ですね。今上乱やってる最中なんですけど、今回ドキドキンチャンネルの方ではですね、ちょっと自分の諸事情、また知人の、諸事情もありまして、今回は団体戦では出てないんですけど、まあ、来月はちょっと出ようかなと思うんですけど、ちょっと人数とかですね、いろいろありまして、
久々ずっと出てたんですけどね、今回はちょっと出てないです。なのでまあ、ソロで、ちょろっと出たんですけど、まあやりたかったんですけどね、まだ2000円ぐらいしかしてないんですかね。ただやっぱ7対7のが面白いかなというのがあるんでですね、まあ一人でも出れるんですよね。で家臣6体決めて、出れるんですけど、まあ、職業によってちょっと強さが変わるんですね。やっぱ強いのは刀鍛冶と、まあ、軍学やっぱ強いですよね。せこい技結構多いんで、まあ、刀に関しましては今生命も伸びて、なおかつダメを食らえばその分怒りを出せるというのがあるんで、まあまあ強いんじゃないかなというのがあるんですけど、1回でも2回、1戦でも2戦でも参加するとですね、商標という形でポイントもらえるんでですね、このやったことないよという方はですね、ぜひ1回勝っても負けてもいいやという感じで、出てみるのもいいんじゃないかなと。多分今1戦でも2戦でもしとけば商標とかいう形でポイントが1500ポイントとかもらえると思いますんでですね、帯とか、まだ強い帯を作ってないという方はですね、その商標ポイントからですね、帯強化の材料が取れるんでですね、まあ、そんなに時間もかからないんで1000か2000ぐらいであればですね、まあ、もしソロの上乱を出る場合はですね、構成としてはですね、やっぱ陰陽は絶対入れた方がいいですね。で寒波がない場合はやっぱ忍者も入れとかないといけないですし、おすすめ編成としますと、まあ鍛冶屋、薬師、まあ、盾と回復ですね、まあ、回復の方は回復いらないですけどね、キャラクターが、まあ、自分で言いますと軍学なんで、鍛冶屋、薬師、陰陽寺、忍者、カンパしてくれるんで忍者ですね。で、なんですかね、歌舞伎も入れてるな。歌舞伎、なんだ、ちょっと待ってくださいね。もう一回言わせてください。鍛冶屋、薬師、陰陽寺、歌舞伎、忍者、あと1点なんだ、神主ですね。神職の方が神主と巫女がいるんですけど、神主がいいですね。巫女を選んでしまうと神の手とか使い出すんで、お前何やってんだよっていう話になっちゃうんで、神主にしとけば、まあ、たまにしょぼい殴りとかするんですけど、準備の神の手まではしないんで、まあ、早めに詠唱とかやってくれるんで、まあ、神主にしといた方がいいかなと。そうですね、その6体ですね。で、自分が軍学なんで、歌舞伎は入れとかないと体勢、陰陽のダメが上がらないんで、体勢をつけたいで、つけて陰陽度のダメも上げれるんで、まあ、神主は入れとかないと、あ、神主じゃない、歌舞伎は入れとかないと、今の刀とか、鎧鍛冶さんは、生命クソあるんで、もう倒せないんで、もう体勢もバッチリつけていかないといけないんですけど、まあ、うまい鍛冶屋の場合はですね、その体勢も消しちゃうんで、まあ、なかなか倒せないですよね。実際倒すとなるとですね、なので時間フルまで戦わないといけないとかなっちゃうかもしれないんですけど、まあ、さすがに残り1人になればですね、鍛冶屋でも倒せますんで、まあやった方がいいですね。あと今普通の殴りの武芸さんとか暗殺さんの方も
ダメージの方が上がってるんで、まあ、雑魚いあの家臣であればすぐ倒せると思うんでですね、まああの前ほどよりは強くはなってるんで、まあ、面白いんじゃないかなと。陰陽道の場合もですね、ダメかなり上がってるんで、結構脅威ですよね。相手の回復さえ先にぶっ殺してしまえば結構勝てるんじゃないかなという感じがあるんで、ですね、まあ、あとあの沈黙ですね。沈黙技能が強すぎて結構沈黙入れたもん勝ちみたいなのもあるんですけど、まあ、それやったらセコイとか言ったってそれ技能ってあるんでですね、まあ、自分の場合やっちゃうんですけど、まあ、なのであの沈黙を食らいたくない場合はですね、まあ、砲玉で、沈黙を回避するような砲玉をできるだけ入れてとか、そんなのしかないですよね。軍学の前あとランダムもできるんでですね、あの密挙もできますけど、まあ、そんな感じですね。まあ、歌舞伎の場合はあの魅了できたり、盾であればあのあれですね、あの沈黙術みたいなのも打てるんで、まあ、そういった方も強いんじゃないかなと思うんですけど、まああの本当に上来今やってますんで。まあ、出たことないという方はですね、ソロ戦でもいいんでですね、ぜひ、まあ、負けると悔しいって方はあれですけど、まあ、あの気楽な気持ちでやってみるのも面白いんじゃないかなと思います。まあ、あの結構頑張って喋った方なんですけど、やっと今2体目が落ちるところですね。この鉄砲さえ殺してしまえばあと準備でどんどん殺していけるとは思うんですけど、ただただ生命が多くて長い動画になっちゃうんで、これをさすがに垂れ流しでアップするのもなぁというのがあったんですけど、でもこれもう3週間か4週間前の東西合戦の動画ですからね、今更感満載なんですけど、これもしかしたら、もう動画上げないかもしれないんですけど、まあ、上げてたら上げやがったなみたいな感じで、まあこれ見ても多分ずっと見てても多分面白くはないと思うんですよね。なのであの自分のトーク力を信じて喋ってみましたけど、そろそろ限界が近づいてきました。まあ、何気に結構頑張りましたよね。20分30分ぐらい喋ったんですかね。まあここまであの動画を見ていただいて、私の話を聞いていただいている方もかなり少ないとは思うんですけど、まああの暇つぶしで、まあ、昔の笑っていいともみたいな感じで、まあ、なんとなく、見てるみたいな感じで見ていただければなと思うんですけど、どうでしょうか。もうそろそろ限界ですよね。自分の方ももう限界なんで、そろそろ締めようかなと。負け地戦も今からこう4倍速にしようかと思ったんですけど、さすがに、まあ、このまま終わるまでは、行こうかなと思うんですけど、これまたあの1時間ぐらいになると動画アップするのにすっごい時間が多分かかるんですよね。そうすると長くなるんで、やっぱり倍速でいこうかなと思うんですけど、でもやっぱ記念で動画撮ってるんで、
やっぱそのままでいこうかなと、どっちなんだよみたいな話になっちゃうんですけど、だいたい何の話をしてるんだって話になっちゃうんですけど、まあこんなもんですよね。まあ結構喋りを入れ出して1ヶ月半か2ヶ月、1ヶ月半ぐらい経ったんですかね。まあ前回の喋りが硬いと言われて、まあ、フラットに行こうと思って、なのでちょっと方言が出ちゃうかもしれないですけどみたいなこと言ってたんですけど、逆に方言を使って喋るぞと思うと余計難しくなりまして、後からその動画見返したんですけど、あんまり方言使ってねえんだと思って、何なんだこの動画はみたいな感じになったんですけど、どうなんですかね。僕は普通に喋ってると方言って自分で気がつかない感じで喋ってるんですけど、いざ方言を使って今回は喋るぞと思うと意外と難しかったですね。まだまだだなと思ったんですけど、まあ聞いてもらってどうだったでしょうかね。まあ福岡の方になるんで、まあ北九州の方になるんですよね。なので北九州といえばですね、茶をつけるんですね。そう茶とか違う茶とか、まあ茶つけること多いですよね。あと何しようとと、何してるのっていうことなんですけど、何しようとっていうのがちょっと謎で、まあ町とかで久々に会った友達とか知り合いに対して最初に言う言葉が、おう何しようと、別に何しようとって言って、その人何してるかを聞きたいわけではないんですけど、まあ、なぜか何しようとって言うんですよね。そこもまあ謎なんですけど、これは北九州あるあるですね。おう久しぶりとかそんなんじゃないんですよね。おう何しようとって言って、これなんでかって言われてももう俺も分かんないですね。分からないけど、そういう風に言う人が多いということですね。でまあ福岡、まあ博多の方になるとですね、まあそうタイとかタイとか言う人多いですけど、まあ、タイもまあ使ってる人結構少ないですけどね。そうタイとかイメージ的になんとかタイとか言ってるように思いますけど、あんまりいないです。まあよかろうもんぐらいは言いますけどね。いいやろうもんとかはそんなは言いますけど、タイとかあんまりないですね。あとバッテンですかね。バッテンこれこれ違うやろもうとか言うけど、まあ、バッテンとかも使ってる人はあんまりいないですね。まあ年配になるとまだ使ってる方多いんですけど、まあ、結構自分らの世代になると結構使ってる人は少ないかなという感じですね。まあ、北九州というとですね、まあ、なんか怖いイメージがあると思うんですけど、まあ、よく発砲事件とか、昔よくあってたんで、まあ言えばヤクザ屋さんですね、まあ、工藤会とかあったんですけど、なんか射殺して、警察が本気出して今解体というかいう形で、だいぶ勢力が弱まってるらしいんですけど、まあ、工藤会がなくなったからって言って、まあ、じゃあ他のヤクザ屋さんが来るだけなんですけど、まあ武闘派のヤクザ屋さんはいなくなったかなと。最近まあそんな発砲事件、まあ、一般人に向けて発砲して射殺したとかいうことは今はないですね。ただヤクザに関しましてはですね、日本中どこでもいますんで、それは変わらないとは思うんですけど、まあ、激しい
ヤクザ屋さんは今のところだいぶいなくなったかなというのはあります。あと何ですかね。あとですね、ギャンブルの街って言われればそうかもしれないですね。まあ言うと、まあ協定場ですかね、あの若松協定場ってあるんですけど、車で10分か15分ぐらいで、もう一つ芦屋協定場というのがありまして、まあ協定が毎日どっちかでやってるんで、毎日どちらかで協定はできると、ほぼですね。こっち開催してない、若松協定場が開催してるときは芦屋は休みですけど、芦屋協定場が開催されてるときは若松休みみたいな感じで、ほぼ毎日どちらかの協定場には行けるということですね。あと、まあ競輪場ですね、小倉競輪場ですね、ドーム型の競輪場があります。まあ、昔は文字競輪って言ってもう一つあったんですけど、それは今なくなっちゃったんですけど、まあ、小倉競輪場といって競輪場もあるんですね。あと小倉競馬場ですね、中央競馬場で、夏開催してるんですけど、競馬場もあると。なのでギャンブル三大の、競馬場、競艇場、競輪、全部あると。その市にですね、市内に全部あると。で、競艇に関しましては若松と、まあ、隣の芦屋町ってなるんですけど、それは北九州市ではないんですけど、車で15分ぐらいで、また2個目の競艇場があるという感じで、どちらにも行けると。で、だいたい駅降りたらパチンコ屋もだいたいあると。パチンコ屋も多いですね。なのでギャンブルが好きな人には困らない町、北九州のいいとこを話したいんですけど、これいいことなんですかね。いい町を言いたいんですけど、あんまりいいイメージにはならないですね。なんか違いますね。まあそういうのが充実しているということですね。まあ、あと、まあ九州の玄関口ということで、まあ、新幹線も止まりますよね、小倉に。のぞみも止まるんで、まあ、便利はいいですね。で、街中には一応モノレールとかもありますし、まあ、高速道路も都市高がいろいろあるんで、まあ、便利はいい方なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、隣の福岡市にはもうだいぶ差はつけられてるかなと。まあ、福岡って言ったら、まあ、福岡市、まあ、博多の方ですね、まあ、もう都会ですよね。ソフトバンクホークスもあるし、まあ、福岡ドームですね。あと、まあ、天神とかあの辺行けば何でもありますしね。まあ、小倉に行ってもまあ買い物するとこはいっぱいあるんですけど、まあ、本場のとこ行くんであれば、福岡の方に行くことも多いですね。まあ車高速で50分ぐらいなんで、まあ、行けない距離ではないんで、そっちに行くことも多いですね。まあ小倉にも小倉市民球場ってあって、年に1回か2回はソフトバンクで野球してるんで、ありますけど、まあだいたい揃ってるかなと。ただまあ元といえば工業都市なんで、なんか昔習いましたよね、第一次産業、第二次産業、第三次産業ですかね。第一次産業が農業林業みたいな、で第二次産業が工業、物を作る。で第三次産業が商業ですね、デパートとか。で第三次産業が栄えてる方がなんか都会みたいな感じがあるんで、福岡は第三次産業の町ですよね、福岡市博多とかの辺は。北九州のはなんか第二次産業なんですかね、新日鉄とか、なんか
鉄の街みたいなイメージがあるんですけど、まあ言うてもあの工業都市だったんで、それはあの色濃くありますよね。なのでちょっと福岡には負けてると。人口も100万人いないですよね。100万都市とか言ってますけど、なんか今90万人ぐらいしかいない。福岡の方は今140万人ぐらいなってるんですかね。おしゃれな街になってます。ラーメンとかですね、だいたい博多ですね。一蘭とか、一蘭はもう今全国区になりましたね。仕切り壁があってやたら高い、24時間営業のとこですね。あれもう結構昔からあったんですけど、最初行った時は衝撃的だったんですけどね。なんだこの仕切りはみたいな。あの当時確かラーメン一杯790円高えなと思ってたんですけど、今はまだ高いですもんね。890円かなんか。まあさ、食べに行くんで値段知ってますよ。890円、替え玉が210円、もう1000円越すという。高いんですけど、たまにやっぱ食べたくなるんですよね。だけど食べは行きますけど、まあそういうのもあると。あとまあなんですかね、まあなんか地元の北九州の押し売りみたいになるんで、まあこれ以上話すこともないんですけど、まあ福岡は来られたこと皆さんありますかね。まあ、関東の人とかも結構九州に行ったことないっていう方多いんじゃないかなということなんですけど、まあ九州も、まあ、福岡市であれば、結構都会な方なんですけど、まあ、そこちょっと離れると、まあ、都会って言っても、まあ東京とか横浜とかあの辺に比べると全然なんですけど、自分は東京とか結構行ったことあるんで、まあはっきり言ったらビルの高さが違いますよね。ビルの高さと、あと地下鉄の迷路みたいな地下鉄、レベルがちょっと違うんですけど、大阪は大阪でまた全然、結構行ったことあるんですけど、大阪も大阪でまた大都会ですし、神戸はまあ街並みが綺麗ですよね。神戸、名古屋は名古屋で、かなり都会ですね。まあ、でも名古屋駅から飲み屋まではすっげえ 長いなと。名古屋長いですよね。名古屋駅から名古屋駅のとこら辺でホテル取っとって飲み行こうよと言って歩いて行ったらシャレならなかったですもんね。めちゃめちゃ離れてるなとかいうイメージがあったんですけど、福岡の場合は中洲とかあるんですけどね。あとまあ福岡空港って空港あるんですけど、ほぼ街中にあります。なので上見ると飛行機でかくて結構みんなびっくりする人多いですよね。こんな近くにみたいな。あれでもまあ慣れてる人は、まあ福岡の人はみんな慣れてるんですけど、まあでもそんなに都会っていうことでもないんですけど、その大都市に比べたらですね。ただやっぱ九州の中ではやっぱ一番の都市なんで、まあ来ても違和感はあんまりないかなと思いますけど、北九州の方になるとまあちょっと田舎だなとは思うんですけど、まあ九州来られたことない方はですね、まあ福岡と言わずですね、まあ、熊本とか大分は温泉が多いんで、今また熊本の方ちょっと災害が、起きて雨すごかったんですよ最近。九州こっち側の方も雨すごいなっちゅう雨が降って、こ
これまたすげえ川が氾濫しそうだなっていう感じだったんですけど、やっぱ熊本の方はまた災害あってましたね。何年か前地震で結構すごい災害あったんで、あと福岡の方も、朝倉、まあ福岡の下の方になるんですけど、すごい雨降って、かなり亡くなられてる方いたんですけど、まあ、今回の熊本の方も結構亡くなられてる方いるっていうことなんで、まあ、災害はちょっときついんですけど、まあ、でも温泉とか行く町ではですね、かなり、温泉宿多いんで、まあ、熊本って言ったらもう黒川が有名なんですけど、まあ、黒川の近くの、温泉街もかなりいいとこは多いんで、いいってなんかって言われてものどかでいいのどかで、飯がうまいとあるんでですね、まあ九州人から比べるとですね、大分もまあ温泉あるんですけど、まあ、熊本の方がいいかなとあるんですけど、まあ今地震とかって熊本城とかも今復興してるんで、まあ、今度ですね熊本城とか、紹介しようかなと、給付金ももらったんでですね、この10万円は何に使おうかなと思ってたんですけど、まあ、ちょっとビデオカメラを買おうかなと。でビデオカメラの方もですね、よく、まあ、見てたんですよね。したらAmazon で1万円とか1万5千円ぐらいで 4K ビデオカメラとかあったんですけど、まあ、これでいいじゃんと思ったんですけど、まあ同じ YouTube でアップしてるのを見て、このAmazon激安のビデオカメラを買ってみたみたいな、しょうもない映像で画質悪いし、電子手ぶれがついてますみたいだけど、なんか全然手ぶれついてないなっていうのがあったんで、さすがにこれ1万円で買ったところで使い物にならなかったらしょうがないなと思いまして、やっぱ買うならソニーかパナソニックのがいいんじゃないかなと思って、それとやっぱ高いですよねやっぱ手ぶれがいいのはソニーって言うんで、ソニーの 4K ビデオカメラを狙ってるんですけど、まあちょっと買った時に、まあ、なんですか、信長とは関係なくなるんですけど、まあ信長にも熊本城ありますんでですね、それになんとかすり込めて、熊本城の、リアル熊本城の動画も撮ってみたいかなと。まあ信長の野望オンラインじゃないんですけど、まあ、歴史つながりで、熊本城の、まあ、北九州にも小倉城ってあるんですけどね、まあ、お城関係の、まあ、動画も撮っていきたいなと思うんですけど、まあ、ちょっとそれを狙ってます。皆さん給付金はもらえたんでしょうね。まあみんな何に使ったんですかみたいなことを聞くんですけど、結果なんか生活費とか、飲み行ったら終わったとか、まあプレステ買ったとかいう話で終わってたんですけど、まあ来年が今年末ですかね、プレステ5も出るということなんで、ぜひですね、信長の野望オンラインも、プレステ5対応にしてもらいたいなと。どうもゲーム会社のによっては、対応できないこともあるらしいんでですね、対応してほしいですね、光栄さんにはですね。プレステ4版のやつを使えるようにしてもらいたいんですけど、まあ
プレステ5ですかね、あのスペック見たんですけど、自分のあの PC と変わらないですね、ほぼかなりやっぱ性能はいいですね。8コア16スレッドの i5、 まあ自分のが i7 なんですけど、ただあのグラフィックボードっていうのがあるんですけど、それがあの2080スーパーよりいいっていうことなんで、グラフィックボードに関しましては自分のパソコンよりいいもので、それであの10万円切ってたらもうかなりやっぱ安いですよね。ただあの9万円で売れるかってなったら多分売れないと思うんで、多分まあ6万とか7万切るぐらいで来ると思うんですけど、まあ、出たらやっぱ買ってもいいようなスペックですよね。まあ、ただパソコンって半年おきにどん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 良くなるんで、まあ、来年末になった頃にはまあさらにちょっとへぼくはなってるかもしれないんですけど、それでもやっぱ今現状でプレステ5のスペックで作ろうとすると多分20万ぐらいかかるようなスペックなんで、まあ結構楽しみではあります。まあ、皆さんはどうなんでしょうね。自分はもうそんなにあのパソコンに詳しくないんで変なこと言ってるかもしれないんですけど、まあ、知らない方にとってはですね、かなりいいやつですよっていうのは、言えるかなと思うんですけど、明智戦まだ終わらないですね。でもあと2体まで来てるんで、なんとか、話を伸ばしてきましたけど、もうさすがに限界来てますよね。まあこれあの撮り直しとかそういった感じでなく一発撮りしてますんで結構噛んだりしてますけど、もうそこはあのご了承していただきたいなと。こんだけ喋ってあの撮り直しまでしてると途方もない時間がかかっちゃうんで、変なことを話してますけど、多分ここまで動画を見ていただいて話を聞いていただいている方は多分1割もいないと思いますんで、これを見ていただいた方はですね、ぜひ白友の方に申請していただいて白友ぐらいになっていただきたいなと。白友の名前が331万石の、ラスベガスなんで、あと枠がですね、いや結構増えまして、もう1ヶ月以上 ログインされてない方はもうちょっと消させていただいて、それでもあと枠があと20ぐらいですかね。なのでもし城下町の方が発展してないという方はですね、ぜひ申請していただいて、たまに忘れて放置している時あるんですけど、申請さえしていただければですね、許可ができますんで、仕事もできますんで、城下町にしていただきたいなと。まあ枠の方がもう目いっぱい満帆になったらですね、そこで終了とさせていただきますけど、まあそんなには来ないんでですね、どしどし来てください。ということでやっと残り1体になりましたね。いや初めに、この喋りがうざくて無勢よという方はですね、ボリュームを下げてくださいって言って、30分ぐらいで多分もう喋ってないですって言ってしまったんですけど、なんだかんだ言ってですね、来ちゃいました、1時間まで。まあ、大した内容のない喋りなんですけど、喋れるもんですね。まあ、これ聞いてる方はですね、多分
もう寝てるんじゃないかなと思うんですけど、もう大丈夫です。寝てもらっても、もう切っていただいても、ここまで聞いていただいてるだけでもですね、嬉しいなと思います。ということで、もうすぐ終わりますね。結局あんまり画面を見て喋ってないので、どんな感じだったか覚えて全然見てないんですけど、最後チーとか言って自分で仕留めれなかったですね。吉原ジョーさんの誘い込みで終了という形になりました。打ち取り6万500って多分2倍の時やってますね、これ。まあこういう感じでしたですね。こんなしょうもない、雑談に、最後までお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。今回は以上となります。長時間ご視聴ありがとうございました。それではまた。バイバイキー。